今回紹介するのはこちら、DX ストライクフォーク460TT です。パッケージ裏面はこんな感じ。使用者は風見バード、能力はトリプルウィング、3つの異なる形状の刃であらゆる状況に対応したアタックを繰り出す、とのことです。早速中身を見ていきましょう。ブレード、ラチェット、ビットの3つのパーツが同梱されています。それぞれのパーツを詳しく見ていきましょう。まずはブレードのストライクフォーク、3つの異なる形状の刃を持っており、横から見ると1枚目はスマッシュバ。2枚目はアッパーバ。3枚目は平行なスパイクバ。刃の先が相手に食いつきそうな形状をしているので、バーストフィニッシュが決めやすいのかもしれません。上から見るとかなり円に近い形状をしているので、安定して長く回ってくれそうです。ラチェットは4枚刃の 460T。ビットはバランス軸のテーパーです。ヘルズサイズと同じパーツ構成ですね。それでは気になる重さも調べてみましょう。まずはストライクフォーク。34.06g です。続いてはドランソードを見ていきましょう。35.36g です。ヘルズサイズとも比較していきましょう。32.84g です。ということでまとめると、ドランソードとヘルズサイズの中間くらいの重さということになりますね。それではこれらのブレード、ラチェット、ビット、3つのパーツを組み合わせて、ストライクフォーク 460TT の完成です。それでは対戦させていきましょう。まずはストライクフォーク対ドランソードです。続いてはストライクフォーク対ウィザードアローです。続いてはストライクフォーク対ナイトシールドです。最後はストライクフォーク対ヘルズサイズです。
がでしたでしょうか。バランスタイプらしく攻撃と持久に優れた性能を発揮していたかと思います。ストライクホークが活躍するベイブレード X の漫画第1話は各種漫画配信サイトで無料公開されているみたいなので、皆さんもぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。こちらのストライクホーク、実配置からモデリングして作成したものになります。漫画に登場したストライクホークはページによって微妙に形状が違っていたので、それぞれの要素をいい感じにまとめた結果、トリプルウィング、というアビリティに落ち着いたという経緯があります。こちらが 3D プリントしたパーツです。メタル部分になるパーツ、チップ部分のパーツ、ラチェットに接続する部分のパーツ、合計3つのパーツに分割しています。組み合わせも問題なさそうですね。ラチェット、ビットの組み付けも確認していきます。良好良好。白いので見づらいですが、ビットを回転させると一緒にチップも回転する機構もちゃんと再現できていますね。ここはメタルパーツを鋳造し、各パーツを塗装すれば完成です。こんな形でこれからも色々なパーツを作って遊んでいきたいと思いますので、ぜひ他の動画も見てみてください。以上、ストライクホークの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。